秦の覇者は戦国の英傑か、それとも三国の英雄か。繁盛を舞台に繰り広げられる天下分け目の攻城戦。戦国の英傑三人衆が天下持ちを食らうがごとく、三国の君主たちを飲まんとする。将の器を競うにふさわしき相手を。決戦の舞台、万事整えました。開幕ぞ。曹操、劉備、孫権、ムヌラが器、戦強じよう。敵を散らせ、駆り立てよ。いくぞ。待つこと。早す。ご期待に応えてみます。あなたの頼みがある。水門を落としてくれんか。この仕事数は水攻めしかないぞ。承知、急に水を引いてまいる。やはり動いたか。だが水門には近づけさせる。猿と虎の知恵比べ。サコート、タン、緊急を突破せよ。必ずや出し入れて参ろうぞ。これ引いてくるんだが、待つこと。この時の命だと。
信長が命じた。死地よ、強制よ。だが、曹操殿との約定、あがえることはできぬ。一人残らず斬る。が滅した。に飲まれてしまった。見事に沈んだろう。水攻めはわしのお箱じゃ。押さねばならぬ。おい、ユダイ、
固めるのだ。猛毒に挑むだけの器はある。敵将打ち取ったれ。
神の砦は抑え、これで敵への備えが済む。時は満ちた。残るは曹操だ。信長様、勝利はもう目の前です。兵勢よ、天の渡し共演、宝末の死闘に。軍人は疲れるとは、策を取ったわ。敵を打ち潰し、魔王が戦を見せつけよ。
死に哀れに来たわ。さすがは竜兵だ。負けられぬ。家康が誉れよ。その武勇、恐れ入った。何の、皆様こそお強い。この家康、感服いたしましたぞ。敵将、信長が召した。天が欲するは、信長。いいね。